皆さん気づいてますか？8番出口が発売されてから、もうすぐ1年ということに。8番出口が発売されて、この1年、結構な数の8番出口ライクが出てきましたけど、そのクオリティは結構ピンキリで、流れに乗ってパッと作ってパッと儲けてやろうみたいな感じのやつから、普通にめちゃめちゃクオリティ高いやつから、さらにジャンルを1個先に押し上げるものまで、いろいろありましたね。まあなんやかんやで私は全部好きなんですけど、その中でもかなり独自性を持って進化させてるなって思ったのが偽夢なんですよ。で、その偽夢の続編が出たんで、今回はこのフォルスモールで実際どんな続編になったのか見ていこうかと思います。それではやっていきましょうか。避難経路。結局、ショッピングモールだけど、現在地から出口に向かうだけなのかな。このおぉ、びっくりした。まあでも一周目はね、結構特に何もないよな、普通は。ハピアモールセラ。キッズイベント開催。うわ、あ、殺人鬼だ。すいません。キッズイベントバルーンフェスタ、ハピアモールを風船で埋め尽くそう。だって楽しそう。キッズイベントさ、16日のキッズイベント、3階からの滑り台はスリル満点ロング滑り台って書いてあるけど、イベントのために滑り台持ってくるってこと？しかもこの滑り台さ、この傾き方だったら下に滑っていかないよな。一番上のところ。何これ？子供を捕まえておくやつ？んで、ハピアモールセラに、セラ市公式キャラクター、トマチュンがやってくる。へぇ、トマトが公式キャラクターのことあるんだ。まあ、でも確かに青森のキャラクターもリンゴだったような。リンゴじゃねえ。頭がスイカ、体がメロン、足が長芋で、尻尾がネギ。で、頭に米がついてる。鋼の錬金術師と同じやつか。で、店舗スタッフ大募集ね。時給書いてないね。最低賃金ってことね。んで、こういうショッピングモールあるよな。花火大会と、定期演奏会と、脱出ゲーム。脱出ゲーム流行ってんな。これより先ペットを連れてのご利用はご遠慮ください。はい。ええー、入りたくね。すべてのせ、わあ、なんだ。なんか、めちゃくちゃ。トマちゃん、ここで休んでるけど。遊んでくれるお友達を大募集中。ぜひお子様をお連れして、あ、撮影禁止だ。すいません、トマちゃん。遊びに来てくださいね。トマちゃんのさ、フィギュアもガチャで売ってる。結構でかい市場なのかな？将棋の駒、はあ、将棋の駒をさ、ガチャで売ることあるんだ。これ本当にありそうだな。そんで、オーダーメイドメガネ29,800円。意外と安いな。そんで、グッドネスバーガーね。1日1時間から OK って書いてあるけどさ、1日1時間しか働けないんですけどいいっすか？みたいな人いるのかな？本当に。で、万引きは犯罪です。あなたのスマホを直します。んで、おー。おー、すべての異変を撮影すると非常出口が開きます。異変がない場合は何も撮影せずに非常出口を開けてください。9時に非常出口を開けると屋外に避難できます。結局基本ルールは同じなんだな。とはいえよな。異常で言ったらまずこの滑り台がマジで異常なんだよな。だって滑れないもん、この滑り台。異変かこれ。まあでもパッと見、この偽夢と同じで、こうやって撮影していくタイプのやつなんだな。パッと見わかんないよな。一周目からさ、完璧にクリアできる人間いるのかな？サバン症候群とかじゃないと。これの中になんか入ってんのかな？キューちゃんとか。入って大丈夫なのかな？この中もちゃんと見てくんだ。ここ3階なんだ。ええー。
待って。すべて撮影して先に進むって言ったよね。また、これ新幹線と同じ方式やってんじゃん。結局なんかさ、これやべえなって思ったら速攻で引き返すができない。マジムカつくわー。この、異変があったらそれに突っ込んでいかなくちゃいけないやつ、許さねえ。ね、マジでパッと見。え、これ一個一個判定ある？まあでもなん、うわぁ、いる！なんか、あ、これで OK ね。まあでもチュートリアルワールドってとこかな、さっきのは。あ、すごい。撮影した異変、撮影に失敗罰。へぇ、ちゃんと出るんだ。進化したな。マジで進化したな。はい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 。2周目ね。どうなんだろうな。わかりやすいのが多いのか、わかりづらいのが多いのか。これになんか乗ってるとかね。異変なし。よし。俺の色違くない？これ緑だったよね。あれ？でも色変わってる。なんだよ。え？色が変わるようになったんじゃないの？え？そんなことある？え？音なくなったんだけど。ああ。必ずご確認ください。撮影に失敗。ああ、なるほどね。あ、もう一発しかないんだ。くそ。はい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 。わかったわかったわかった。でも、もう完全に終わったわ。ね、一旦ね、さーっと見る。わかりやすい異変がないかどうかを。さっきはここ側に、おい。カチッ、カチャッ、カチャッと。なるほど、なるほど。え、でもさ、これさっきと、え？答えが出て、そこをまた撮影するってこと？ってことはもうほぼほぼ、探す要素はないのか？リニアになっちゃったのか？このゲーム。まあ、でも、どうなんだろうな。やっていかないとわかんないよな。あそこが変わることもあるんだ。このパッと見結構なんか、わかりやすい異変が多いから、この、一旦さっと全部見て、ほんで、わかりやすい異変がなければ帰ってくるみたいなね。それがいいんじゃないかなって思います。でも、今回は異変ないな。異変がない場合は、どうすんだっけ？あ！風船だ。あれ？ずっとあったの？あの風船。もう、あれ？あれ？特に何もない。あ、なるほどね。さっきのはやっぱチュートリアルだったんだ。最初の1回、2回はチュートリアルなんだ。オッケー。この風船はずっとある。じゃあ、ちゃんと見ていくか。うんうん。エレベーター、よし。ついてくる。あ、びっくりした、もう。じゃあ、いい写真撮ってあげようね。ああ、写真撮ったら帰ってく。びっくりしたはぁ、よし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 。こういう分かりやすいやつはいいよな。あれ最初からあったっけ？まあ、あったろうな、多分。あ、なんかある。あ。ああ、足か、ただの。え、いいんだよね、これ。はいはいはい。え、左足だけでいいんすか？まあまあまあ、左足だけでいいならそれはそれでね。じゃあ次。あ、移動してる。ちゃんと GPS もついてんだ、あの靴に。GPS 付きの靴ってなかなかないよな。スマートシューズか。次。なんかでかくね、これ。え？これはこの大きさか。え、なんかでかくね、これも。え？これもでかくね？なんか、看板がでかい。看板がでかい。じゃ、これもでかいか、じゃあ。え、でも他にでかい看板、あ、これ、え、これ取った。看板がでかいの、あ、これもか。看板がでかいの、あ、これもでかい。おー、なるほどね。よし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 。オッケーオッケー。余裕だな、今回。今回多分、ミスっても、最初に戻んないのかな？まあ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 。ここまで来たらもう余裕クリアじゃない？エレベーター、よし。
エレベーターよし。結局8番出口ってあんまり理不尽な間違いがあると面白くないってことに気づいたのかもしんないな。でもその塩梅が難しいんだよね。今回見つかんねえぞ。その塩梅が難しいとか言ってマジでわからん。今回ガチでわからん。こっちの方か。ここさ、ショッピングモールの3階なのに下に行くエレベーターがないんだよね。おかしくない？この空間。ショッピングモールの3階で、あそこにフードコートがあるってことは、この下からフードコートに人が来なくちゃいけないんだけど、下から上に来る動線が、この階段しかない。そんなわけないから、このショッピングモール自体がおかしい。そういうことだよね、トマちゃん。よく見ると目の素材がメッシュだな。お、トマちゃんの上に乗ることに成功。こっからどうにかトマちゃんの上に乗って、もう物理的に脱出を目指すか。まあいいんだよ、そんなことは。なんか分かりやすいやつばっかりだからなんとかかんとかとか言って、いきなり分かんないよ、もう。この上でトマちゃんが見てるとかかな。こっちか、トマちゃん。いや、いないな。こっちか？いや、違うな。異変がない場合はどうすんだっけ？異変がない場合は何も撮影せずに非常出口を開けてください。よし、オッケー。勝手に開くんだけど、何もなかったら自分の手で開ける必要があるんだ。オッケー、オッケー。開ける。うんふん。あ、進んでる、進んでる、オッケー。何もなかったみたいだな。こりゃー、今回ストレートクリアありっすな。今回もいや。え？え？フードコートが動いてる。おいおい。怖っ。え、怖っ。あー、開いた。オッケー、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 オッケー。なんだよ。ストレートクリアしちゃうか、これ。そんで、パッと見オッケー。あ、トマちゃんがいない。ってことは、今までの感じだとここら辺にいる。偽夢の感じだとここら辺にいる。ここか？ここか？いる、いる、いる。あ、めっちゃこっち見てくる。怖ー。よし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 。7でしょ？ 8、9で終わり？今回の動画は一瞬で終わっちゃうな。さて、トマちゃんいる。パッと見今回も変化ないよな。開けちゃおうか。うん、パッと見変化ないで進んで、失敗だった時が悲しいからもう一回見るか。花火大会、オーケストラ、生きてるだろう。なんか今までの感じだと変化するときはもうがっつり変化するんだよな。このエスカレーター、左が上りで右が下りみたいなの。逆になってるとかあんのかな。うん、パッと見マジでないんだよな。開けちゃおっかな。開けちゃおっかな。開けちゃおう。パチ。あ。フロアに戻ってご確認いただけます。だって、ほんと？ここ？あ！やられた！あ、戻ってる、このゲーム！畜生。やられた。まあ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 。これもしかしてこういってもういこれを写真撮れんのかな？いや、違う。また違う謎が出現してんだわ。おいおい。まあでもね、あんまりスムーズにね、クリアしちゃうと、あれだからね、本当に楽しいゲームなんかって思われちゃうんで、これくらいがちょうどいいよ、これくらいが。今回もないな、多分。本当にないんか？一旦トマちゃんに聞くか。トマちゃんどう？物言わぬな。今回さすがに異変ないな、多分。はい、異変なしでーす。ある。あー、なんか地下になってる。くっそー。あ、いけるこれ。いや、いかん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 よ。こういうのはもう、他のゲーム実況者に任してるんで。はい、次。もうダメだ。ちゃんと見ないとダメだな。ちゃんと見るを心がける。はい、下、オッケー。上、よし。トマちゃん、よし。トイレ、よし、トイレ、よし。ここ、よし。エレベーターよし。ね、今度こそ何もないだろう。さすがにね。ねえ、トマちゃん。あ、トマちゃんのベンチが長え。危ねえ。騙されるとこだったで。バカ。これで、一つクリア。次次次。今回は、エレベーターよし。あ、なんか書いてある。あなたのお友達になりました。え？
永田沙織はあなたのお友、誰？あ、こっちも書いてある。村山さゆりはあなたのお友達になりました。ああ。どういうこと？背景があるってこと？実はこれ裏に壮大なストーリーがあって、私は何かに巻き込まれてるのか？まあ何かに巻き込まれてるで言えば、こんなところに閉じ込められてる時点で何か起きてはいるけど。まあ友達も2人増えたところで3周目。チラッと見て、ここも確認、OK。ここも確認、OK。間違いから学ぶことができるのが人間。ここ2個なかったっけ？いや、2個あるのは奥の方ね。はい。友達はいるかな？あー、ノー友達ね。ノー友達、OK です。パッと見今回も何もなさそうだな。パッと見今回も何もなさそうだな、からの、あるからな。こことかね。っていうかさ、4階屋上であって駐車場じゃないんだよな。このショッピングモールの全体図が気になるわ。え、モノクラスクラブでさ、安くなるんだって言ってみよう。モノクラス .jja?ja? ジャマイカ？存在しない URL だ。これ系で存在しない URL のことあるんだ。将来的になんか .ja が生まれた時、えらいことになるぞ。もし .ja が追加された暁には、嵐が勝手にこのゲームを乗っ取ろうと思います。今回は何もないな。うん。はい、何もないでーす。イェーイ。ざまあ見ろー。次。パッと見何もない。まあ、一旦エレベーターをベイトしといたね、こうやって。ふっ。よし、来た。で、エレベーターが来るまでにここら辺を確認しておくっていうね、RTA 方式ね。トマチン、OK。エレベーターの床が目玉になってる。うー、危ねえ、危ねえ。よし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 。もう5まで来てしまったか。さて、今回もパッと見、何もないな。トマチン。トマチンもういる。モンスターもある。エレベーターは OK。友達なし。俺もこんな感じだし。蛍光灯には判定ないんだ。今回も何もなしで行っちゃっていいのかな、次。今回も何もなしで行っちゃっていいんかい？なあ。こいつ誰なんだ？でも実際なさそうだよな。実際なさそう。ないよな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 。怖い。なんか、素通りしていいやつがマジで怖い。一番怖い。一番怖いけど進んじゃおっかな。後ろ向く。よし。はい。ざまみろ。正解。次。即エレベーターを起動。そして、ここをチェック。うん、オッケー。オッケー、オッケー。ポスターよし。トマチュン！え？おぉ。まあまあまあ、そういう時もあるよね。オッケー。次。7。7終了、次8。ああ、犬か。まあまあ、犬ならオッケーよ。でも、あ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 、やだ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 。あー！危ねえ。え？嘘でしょ？まだあんの？え？嘘？やだ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 。え？ちょっと、トマチン。犬、え、これ大触っても大丈夫な犬これ。ああ、よかった。触っても大丈夫な犬だ。え、触っても大丈夫な犬なのは分かったんだけど、ここが開いてないっていうことはまだなんかあるのよな。本当に？なんか謎解きしなくちゃいけないのか？犬をエレベーターの中に入れる。いや、違うか。これだって開けたら明らかにミスだから、この犬をなんとかしなくちゃいけないんだろうな。それかもう一個どっかにあんのか？一気に2個以上のさ、異変が出現するようになったとか？あ、待って。これよりさ、キペット。あ、これか！おしよ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 し。そんなんあったなぁ、そういえば。よし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 。じゃあなぁ、犬。え、音だけする。わ、いる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 。
じゃあな。いなくなるって思うと、うわうわうわ、来んな、マジで。うん。いなくなると思うと寂しいなって思ったけど、やっぱやかましいからいいわ。次、まずは呼ぶ。エレベーター、オッケー。でも、パッと見また変化はないな。パッと見変化がない時が一番嫌なんだよなぁ、ほんとに。トマチューン。一旦トマチューンに乗って考えるか。でもなんか普通にパッと見ないから大丈夫なんじゃないかな。パッと見ないから大丈夫なんじゃないかなからのうまくいかないことがまあまああるからな。ちゃんと見るか、ポスターを。でも、この数字も正しいし、ここも大丈夫だし。なんか見れるやつは全部見たような気がするな。大丈夫だろ、今回も。一応見とくか。セーフ。やな、トマチューン。バイバイ。はい、セーフ。9。クリアかこれ。これの次がクリアか。あ、トマチューンが立ってる。一応取っとくか。あ、撮影禁止だ。あー、はい。おー、なんだ。はい。はい、は間もなく閉店のお時間となります。はい、またのご来店を心よりお待ちいたしております。おいおい、トマチン、本日のご来店誠にありがとうございました。よし、じゃあクリアか。撮影禁止でこっから出ていいんだよね。はい、ワンパクルーム、よかった。なんか偽夢と比べてだいぶ難易度低かったな。出た、偽夢のキューちゃん。偽夢のキューちゃんのこのこれガチで欲しいな。死神の子ら、ソフビミ人形、やば。で、あれが出口ってこと？え？あそこから脱出すんの？マジ？これめっちゃ押してくるし。まあいいや、ここから脱出しよう。よーしよし、覗く？うわあ！あー！ 3 階からこれでし、あれか、謎の滑り台で1階まで降りるんだ。え？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 スタッフロールの一番最初フォント？スタッフロールの一番最初フォントのことある？サウンドエフェクト、リオアセット、リオアセットに靴が書いてあるってことは、あの写真、本当だったのかな？館内放送もボイスピークってことは AI なのか。すべての BGM はスノー AI に作ってる？ポスターの制作にはアドビフライ、ファイアフライ。はーん、なるほどね。大したもんだね。生成 AI ゲームの第一歩っていうか、まあ、高速で質の高いゲームを無限に出せるようになる未来って感じ。で、もうちょっと見るか。さすがに早くクリアしすぎたもんな。必ず異変で味、もう一回行ってみよう。なんかね、8番出口系、早くクリアしすぎると、それはそれで、不完全燃焼なのよな。ここか？でも、ないな。そう、革靴のスタッフロールあったってことは、これマジで取りに行ったのかもしんないな、これ。これも、なんか、実在する人間なのか？もしかして。でも必ず異変が出現しているはずなのに、あ、待って、3の向きが、あれ？いや、いいのか。こっちから降りてくるから3の向きこれでいいんだ。なんだよ、ナチュラル異変か。でも必ず異変が出現するモードなのに全然わかんねえ。必ず異変出現するモード1回では何も出現しないのかもな、もしかしたら。はい。あれ？これ？もしかして。あー、そんなこともあるんですね。でもなんかあれだな。8番出口系ゲームって結構この、すべての異変を見つけるまでやってる人いるけど、ただ異変を見つけていくだけだとなんとなくモチベーションを維持できないな。っていうのも、ただ異変を見つけていくだけだと、なんかちょっとギャンブル感がないっていうか、通常プレイは結構、自分の今までの記録を全部かけて、で、一個進めるかどうかをやってるわけじゃないですか。その賭けの感覚がたまらなく、ピリピリするんですけど、ただ異変があることが完全に分かっていて探すだけだと、なんかこの探してるなっていう感じになるな。それはそれとして見つからねえぞ。この人たちの体がない？この人最初から体なかったっけ？そんなもんか？絶妙に分かんねえな。撮ってみるか。あ、だわだよね。はあ、何考えてんだマジ。やっぱり
そんなことある？うわ、頭ない。頭隠して尻隠さずやね。え、まだある。ここもだ。人間という人間の頭がなくなってる。犬はオッケー。じゃあこれもか。こっちの人間はオッケー。あー、あれもか。はいはいはい。そういうのもあるんだ。なんとかかんとかはお友達ってやつがマジで何だったんだろうな。あと、最後にカメラだけ出てきたやつ。あ、なんか色が違う。あれ？もう他のやつも違うのか、もしかして。え？これもしかして全部色反転してんのか？色反転してるってわかんねえな。パッと見。なんとなく違和感はあったけど。オッケーオッケー。こう。いやー、白地に緑だったか。なんとなく違和感は感じたけど、言われてみるまでわかんねえな。あ、穴だ。ありがとうございます。ありがとうございます。このピアノと旋律とか、AI が作ってるって思うと、なんともなんとも。まあ、これなんかは明らかに AI が作ってるからな。あとこれ。個人のゲーム制作って絶対こういう感じに AI を全力で使った感じになっていくけど、いずれプログラミングの部分とかも AI がやってくれるようになるだろうな。そうするとなんか、アイディアだけの勝負になってくんだろうな。だから曲で言えばどんなメロディーを思いつ、ああ、なんかいる。振り子だ。あ、開いた。こちら？いや、やめよう。近寄らず。君子近寄らず。だから多分、あと10年くらいしたら、ゲーム制作っていうのは本当にアイディアだけの世界で、そんでなんか、うわっ！でかっ！いや、これここにいると、やばいやつ。ほら、やっぱり！やっぱりな。分かってんだよ、種は。はっ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 。おー、反対側には来なかった。そう、だから個人のゲーム制作っていうのは多分、アイディア一発で、こういう感じのゲーム作ってって言って、で、それをガチャし続けてみたいな感じになっていくのかもしんないな。で、曲も画像も自動的に出てくるみたいなね。でもわかんないな。次世代のゲーム制作感はあるな。パッと見何もない。エスカレーター自体に変化がないな、今のところ。このモニターさ、モアレが発生するなって思ったら、ズームすると、ちゃんとモニターだ。そんなことあるんだ。それはそれとして全然異変じゃないんだけどな。まあでもある意味、モニターがちゃんと LED のゲームって生まれて初めて見たかもしんねえ。でも今回なんもなくね？なんもないわけないのになんもないんだが？あ！なんか位置がおかしい。移動してるわ、めちゃくちゃ。おー、びっくりした。あっは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 。ああ、OK。これで2周目クリアか？はい、2周目クリアです。最初なー。これ結局、この先あるのかな、このゲーム。2周目でなんか明らかに何かが起きてるんだったら、この先も見てみたい気持ちはあるんですけれども、2014年なんだ。日付、設定は。で、フォントから始まるスタッフロールね。異変がまだまだある。で、このモニターも地味に LED だ、ちゃんと。まあ、結構異変見つけだし、今日はこんなもんにしとこうかな。もっと他の異変見たい人は自分で買うか、他の人にも配っとくんで、その人の配信でも見てください。そんじゃあ、面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは、また今度。